海外でどういうふうにブログね更新してたかっていうのをね実際見せようかなと思って今キーボード出しました。これね、アイクリバーっていうね無線のキーボード、いや Bluetooth でねこうつなげられるやつで、こうもうカチャッと開くとね自動的にこっちとねリンクもうペアリング済んでればつながるやつです。俺だいたいねここにね、まあ、私のスマホ、ちなみに iPhone7 Plus、 もう古いモデルなんだけどね、これを旅に、持っていきました。でね俺ねワードプレスを使ってねブログ運営してるんでね、これワードプレスのあるんでね、でここで、まあ、ブログ記事投稿とかね、で公開済みで、まあ、新規投稿だとこれかな、ここにまあタイトルとか入れてくんだけど、俺大体でもセンタースタンドかけちゃうんだよね。センタースタンドかけて、まあ、こう座った状態ねで、座って、ここがねちょうどテーブルみたいになるんだよね。だからもうテーブルみたいにして、ここでねまあ開くと、もう単純にもうキーボードつながるんでね、ここでつながるんで、もうわかる？なんて書こうかな。多分メーターボーンの名前はメタボリック。まあ、こんな感じでね、まあ画像入れたかったらここにね。あ、なんか前と違うね。俺しばらくちょっと使ってなかったからね、ちょっと使いやすくなってるね。まあ、画像を入れたければ画像をね、ここに。無料写真ライブラリー、こんなんだね。最近増えたね。何があるんだろう。例えば何だろう。こう。こう。きないって。何なんだよ。まあまあいいや。まあ撮影するじゃなくて、デバイスから選択するで。ね、こういうの。まあなんか選べるわけよ。俺結構向こうでもね使ってたこのね Wi-Fi の速度をね計算できるんだけど、これね以前動画でもブログでも紹介してるね海外旅におすすめの無料アプリ10選が入ってるんだよね。これね今どんなドキモ Wi-Fi 使っていて、今朝霞市にいるんだよね。でこれポチッと押すと今速度状況がね下り10ね平均を出すんだよね。何回か速度計算した平均を出すんだけど、まあ今日はねまあ言ってもでも 3.39 メガバイトですよ。まあ普通に YouTube 見れるからいいんだけどね。あ、上りがね、上りの方が早いと。まあアップロードね、動画アップロードする俺にとってはね、結構いいのかな。逆にね。まあこんな感じでね、俺はね、このキーボードをうまく使ってね、旅の間、ブログを執筆してました。なんでぜひね、よければ、これリンク貼っとくんで、すごい便利ですよ。このキーボードもね、このエンターキーがこのサイズのやつはね、最初ちょっと使いにくいんだけど、よくね、エンター押すとき、シフトとかね、バックスペースをね、押しちゃったりするんだけど、まあ、これも慣れですね。この画面の大きいやつだとね、結構ね、動画編集も俺これ全部やるし、ブログの執筆もこれで全部やってるからね、結構おすすめ。万能ですよ。うん。で、意外とね、このシートの上でね、打ってんのも、ね、悪くないんだよね。キーボードの件なんだけど、ちょっと補足しとくとね、このキーボードにこういうね、スマホを立てるね、こう、まあこう見えた方が見やすいでしょ、打つときも。これがね、結構便利使えて、ここにね、スマホを立てかけるとちょうどね、見やすいんだよね。すごく便利でしょ？いいなと思った人は真似してみたらどうでしょうか。概要欄に商品のリンク貼っとくんでね、よければ買ってみてください。じゃあね。